はい、今日のご飯はカップ、あ、箸忘れた。おはようございます、谷さんです。谷さん、体力なし、遅れなし、時間なし、勇気なし、何やってない人です。今日は登山です。いいわ、うん、ちょっともう登山しんどいんで、もうみんなでワープします。それではちょっとお願いします。せーの、ありがとうございます。ということで着きました。はぁ、あ、いやまだ景色を見てないです。おお、ええー、なぁ、はあ、ええー、景色や。あれは京都やな、京都。あれが何年も俺も分からん。あれ比叡だよ、あの辺が。あれ登るっすね、三上山。あれ三上山、うん、三上山。権現山、平比叡トレイルっていうとこですね。わあ、え、割としっかりしますか、人やろ。いや、ちょっと祠がよろしくお願いします。お邪魔しています。チャンネル登録お願いします。なあ、二つ目の山、なんていうの、ホッケ、ホッケ山。ああ、これはいいとこや。こっちの京都の山々もなかなかいいですね。はあ、まあ、稲子山とか、風が、おお、風が強い。あそこまで目指します。どういう苔、苔生えてんねんな、こんな山の中に。ふかふかやな。水が溜まるんですよね。おお、なるほどね。うん、何それ。どっこら。これ、これ食べやすいの。おお、すごい。こんなとこ登ってきた。昔、すげえな。こんにちは。これも、これは。あ、ほんまや。おお、古城老外家に来ましたよ。綺麗ですね。何ここ、めっちゃええやん。ここやで転泊するんやったら。古城老外家、これ役務までいくつもやった、どうやって見るでしょ。あ、ヤクモ。はあ。山頂、宝来山山頂に着く。はあ。はあ、着いた。1174。はあ。お疲れ様でした。お疲れ様でした。ここが琵琶湖テラス。はあ。へえ。へえ。ふう。ハイジやハイジ。これが琵琶湖テラスみたいですよ。どうやら、はあ、人がいっぱい、はあ、
か寝れますやん。眺め。はい、今日のご飯はカップ、あ、箸忘れた。箸いけるかな。ある？箸ない。寝れんわ、滑るわ。いただきました。極上蜂蜜紅茶。お、なんかええ匂いする。Windows の世界。あ、スキー場。なんか。とこですね。下ります。おお、止まった。ジャンブレーキ、あれがロープウェイね。おお、ここさ、これより先行ったらあかんか、さすがに。琵琶湖広いね。すごいな、乗った。この上らへんとかも結構すごいですね。でもこんだけの人が登ってるってことですね。ここ登ったり下ったりしてるってことですね。だいぶメジャーな。たまたまこの形なんだ。岩そうちゃう。もうなんか、もう削ってみたいな。お前な。四角壊れてる。ああ、木、太い木やな。おお、でかっ。何年ぐらい？800年ぐらいですか、大体。周囲先輩触っとこ。お疲れ様でした。ええ感じやな。駄菓子屋っぽいとこ来ました。これ何、これ、これ何ですか。うん、この外の黄色は何なん？卵ですかね。コーラかリアルゴールドか、リアルゴールド。ああ、あの高い山から降りてきたのか。疲れたわ。いや、登山はたまにはいいですね。それでは皆さん、良い登山ライフを。さようなら。